覗いた時に引きずり込まれそうになるって、全く霊感がない人でも幽霊らしいですね。なんか嫌な感じがするな。そうですね。あかん、胸が苦しい。めっちゃいわゆるこれがまあ、人は一番高いところからの方がっていうふうに、まあ、働くのかもしれないですね。まあまあすごいの取れた気がする。何ですか？とか言う。おっと、音聞こえた。うわ、びっくりした。街灯ついた。待って、怖いって、それはちょっと。今宵も月が綺麗やな。さあ、出発や。どうも、ヤカズです。リーダーです。はい、今回も北海道のある心霊スポットにやってまいりました。その名もですね、登別大橋。こちらにやってまいりました。まあ、こちらのスポットはですね、はい、もうこれはもう心霊スポットでもあるんですが、もう名前の通りすごい高い橋になりまして、の名所となっているんです。まずですね、こちらの橋の高さが120メートルの高さがあって、今まで僕たちが行ってきたこの橋の中でも結構トップクラスの高さです。はい、こちらの場所ですね、やっぱりこの橋を覗き込むと、まあ、引きずり込まれるみたいな、はい、そういった説があるんですが、ただ通っているだけの人も引きずり込まれるって言われるぐらい、そういったまあ怨念のたまり場と言われているみたいです。で、今回ですね、登別大橋とはもうあの別の日にですね、今このオープニングを撮ってるんですが、はい、もう撮り終わった後のオープニングだからこそ言えることが、まあ、今までにない、なんかちょっと不思議な映像になったんではないかなと。そうですね、めちゃめちゃ。おそらくね、サムネイルでどういうことってなってる人が多分多いと思うんですけど、あのね、僕自身もどういうことってなりましたね。途中ですね、まあ、霊と会話するんですよね。そうですね、しかもその様子をしっかりとカメラに収めてますね。そういうことなんですよ、はい、見る人が見ればなんか、いやそんなのたまたまだろうみたいな。そうやな、可能性もありますけど、うんうんうん、まあ見てもらったら早いんですけど、うん、タイミングとかに気をつけて見てもらったら怖さがさらに分かるんじゃないかなと思います、ね。まあそうやな、あのタイミングが良すぎるっていう今話があったんですけど、良すぎる良すぎる良すぎるんですよ、はい、なのであのちょっと笑ってしまうぐらい、ゾッとする映像になったんじゃないでしょうか。では早速、本編の方こちらです。どうぞ。だらしめホラーチャンネル、今僕の後方の方ちょっとカメラ見ててもらっていいですか。はい、今ちょっと一瞬映ったと思うんですけど、パトロールしてるんですよ。はい、でこれはね、ネットの情報でも書いてあったんですけど、やっぱりあまりにも多くて、ここにパトロールにやっぱ常に来てるみたいですね。さっき橋の前を通ってまだちょっと下を覗いてないんですが、どうも観光目的で来たこのお客さんでさえ下を覗きたくなる橋らしいんですね。でその覗いた時に引きずり込まれそうになるって、全く霊感がない人でも言う橋らしいです。早速行きましょうか。防犯カメラ作動中。完全にもう、ああ橋の入り口にこれ、ここがちょっと不思議なのがですね、まあ、ちょっと前方をこれちょっと見てもらっていいですか。これ240メーターぐらいあるらしくて結構長い橋なんですよ。ただここまあ名所としてまあ知られてるわけじゃないですか。まず注目してもらいたいのがこの手すりなんですよね。はい、これ僕ちょっと真横立ちますね。この高さなんですよ。普通に乗り越えれるってことです。はい。もうあまりにもが多いのに、フェンスをつけたりしないんですよね。雨でさ、通常よりもやっぱりカメラもそうやし、俺たちの耳もやっぱ聞こえにくくはなるやんか。はい。それでもこれ一人で後ほどちょっと歩こうかな思ってんねんけど、なんか嫌な感じがするな。そうですね。全く見えない。全く見えない。はい、一応まあこちらが、反対側まで歩いてきた感じですね。であとこれですね、はい、これはもうちょっと一難の車で見つけたんですけど、
花が添えられてるんですよね。みんな苦しくなるわ、こんな見たら。まあ、胸苦しくなんねんけど、絶対に、感情移入してあかんというか、はい、悲しい気分にはなってあかんで。あかん、胸が苦しい、めっちゃ。俺やっぱ苦手やわ、めちゃめちゃ胸苦しいわ。特に一人タイムするときなんかもうお決まりで、もう下覗くわけ、はい、しかも何回も覗けん、はい、それがもう雨の影響ででけへんからさ、まあ、ある意味俺の中で良かったと思うわ。苦しい。ちょっとあのパトロールの人に話しかけてみようかな。そうですね、うん、人乗ってないよ。マジですか。理由一つしかないやろ、はい、ここでランプ光らしとったらまあ警戒させるっていう、はい、もう近づけへんかったらもう絶対的に分かれへんから、はい、もう防犯やな、完全なる、はい、しかも、いる感じ、うん、マジで動いてないですね。お前らずっとこう置かれてます。動いてないわ、タイヤに小物触ってる、はい、なるほどな、もうそれ専用や。ちょっと一回あたりちょっと照らしてくれへん。もうほんまにただの駐車場なんですよ。で、車1台も止まってないんですよ。でもそれ当たり前で、ほんまにここの駐車場って一応ここは高さ 120m あるっていうので、まあ観光名所までは行かないですけど、あの観光に来る方多いらしいんですよ、高い橋っていうので。普段に関しては本当に絶景なんですよね。なのでそれ目的で来る、まあ、駐車場やと思うんですけど、ただ夜になると今見てもらったみたいにもう車1台も止まらないんですよ。止まる理由がないからな、はい、ってなった時に、もしかしたらこの、まあ、身投げ目的で来た人が、ここに車を置いて最後行くんかもしれないですね。で、車ここに止まるんやったらっていう意味でもうここに車を置くようになったんだな。パトランつけて、はい、でほんで今からまあちょっと一人タイムをするんですけども、やることといえば、まずポリフィールドつけた状態でまず歩いてもらいます。で、2つ目が、スピリットボックス、こちらで、会話をしていきたいなと思います。で、先行俺行くわ。はい、はい、ヤーカズ一人タイム先行行きたいと思います。今カチカチ聞こえますかね。トリフィールド、すでに作動中です。もうすごいもう古い感じ分かりますかね。本当にもう車は動いてないんですよね。まあ、もちろんこのランプをつけに人は来てるんでしょうけど、まあ、それほど警戒している、まあ、そういうことですね。では回っていきたいと思います。ちょっと雨が小雨になってちょっと霧タイプになってるので前はすごい見にくいかとは思うんですけども、進んでいきましょう。ライトいらんかな。うわ、びっくりした。え、怖っ。ちょっと待って無理なんやけど、びっくりした、すいません、大きい声出して。めっちゃ人走ってきてる音聞こえた。ディーゴかなと思ったけど誰もおれへんな。すごいっすね。でもここはもうえぐい胸苦しいっすね。もう相性がいいというのかどうなのか、とりあえずちょっとすごい苦手な場所ですね。まあ、もし仮に何が起こっても、まあ、声はちょっと出してしまうかもしれないんですけど、撮影中止することはないので。なんかピンクのテープ貼ってるんですけど、あからさめにここで何かあったっていう証拠でしょうか。しかもくくりつけられてる状態か。この橋で一番高い場所にいるっていうことです。なので心理的に
まあ、人は一番高いところからの方がっていうふうに、まあ、働くのかもしれないですね。ちょっと下を覗くことができないんですけど、川の音からして間違いなくこの真下が川流れているので、まあ、木も何もなく、まあ、障害がなく一番下まで落ちれる場所じゃないでしょうか。はい、反対側まで来ました。ちょっとトリフィールド反応ありますね。この辺なんかトリフィールドはここで若干の反応ありますね。この辺ちょっと若干あるな。この下今も100ぐらいまでしか上がってないんでそんな強くはないですけど若干の反応はありましたね。こんばんは、ヤーカーズと申します。もしよければお話しませんか？ここの橋がかなり有名なことは知っていて今回仕事で来させてもらってるんですけども、やっぱりここに来てから少しちょっと体調がやっぱ優れないんですよね。なのでもし今僕の近くに誰かいらっしゃるんであれば僕とお話しませんか？ちょっと反応なさそうですね。何か足音が聞こえたりとかそういうのはなさそうです。本当にあれですね、一番初めの入り口ですね、あのパーキングからこの橋にかかるところです。そのあたりで僕はびっくりしていた走ってくる足音を聞こえたぐらいで、そっからは特に怪奇現象っていうのはないです。ただやっぱ頭痛くてこの胸が苦しい、心臓が痛い、この感じは、何も変わりないので存在をアピールするのが嫌なのかもしれないですね。こんにちは。もし僕の近くに誰かいらっしゃいましたら何かしらのアクションを起こしてもらってもいいですかね？この手すりでもいいですし、この目の前の手すりでもいいですし。街灯ついた。待って、怖いって。それはちょっと、ちょっと待ってくださいね。このアンテナで説明しますね。この街灯あるじゃないですか、今消えとったんですよ。でもその問題のシーン映ってなかったら誰も信じてくれないですよね。じゃあ消えてるシーン映さなあかんかったんか。僕多分、いやこれちょっと切れてるシーン映しとくべきやったな。切れてる。下誰か通ってきてるんじゃないんだから。こんなとこの街灯ってそんな簡単に切れるんですか？おかしいですよね。今ここついてましたよね。違う。手すりを叩くか、何かしらのアクション取ってもらっていいですか？そのタイミングですよね、今。この手すりでもいいですし、この目の前の手すりでもいいですし。街灯ついた。待って、怖いって。それはちょっと、いやこれちょっと切れてるシーン映しとくべきやったな。切れてる。言うときますけど他の街灯は切れたりしないですからね。ちゃんと全部ついてますから。で、僕があの街灯の下を通った時につくとか、おーっと音聞こえた。手すりが次は、ってことは僕の近くにいてるんですね、今。 OK です。脅かしてすいません。で、僕があの街灯の下を通った時につくとか、おーっと音聞こえた。下を通った時に、下を通った時に、下を通った時に。
ありがとうございます。今僕の近くにいるっていうことを教えてくれたんですね。街灯が切れた後に今また街灯つきましたね。僕の近くで今手すりの音が鳴ったんですよね。街灯が切れた後に今また街灯つきましたね。僕スピリットボックスやめて直接ちょっと会話していきたいと思います。今僕の近くにいるんですよね。声とか出してもらうことって難しいですか？足音を聞かせてくれないですか？少しでもいいんで姿見してくれないですか？声、足音、映像、何か使わせてくれないですか？僕が近づいた時とかに街灯をつけてもらうことって難しいですか？それとも今でもいいです？ありがとうございます。この街灯の下にいるんですかね。街灯消さなくて大丈夫ですか？ありがとうございます。まあ最後ですね、スピリットボックスの反応がないので何かしらのアクションを取ってもらっていいですかっていう、そのタイミングで目の前の街灯が切れたと。でその街灯が切れたことに今僕びっくりしてしまったんですけど、そのまま続けてくださいって言ったら、次僕の後ろの手すりがコンってなったんですよね。でその場所で、近くにいるっていうことが分かったんで、スピリットボックスを検証したんですけども、やっぱりこの話すのが苦手なのか、反応はしてくれなかったんですけど、その街灯の下を通るときに、もしよかったら電気をつけてくださいって言ったら電気がついて、で、もう電気消してもらっていいですよのタイミングで本当に切れる。もうこれはもしかしたら親切というか、自分のできる限りのなんか、返答押してくれたんじゃないかなと思います。ちなみにまだちゃんと消えてますからね、はい、ではちょっとディエゴとバトンタッチしたいと思います。ダラシメホラーチャンネル。いやちょっとこれな、いや分かれへんけど、はい、すごいの撮れた気がするね。マジですか？なんか俺嬉しそうやろ、はい、いやめっちゃ怖かったね。初め一発目びっくりしたね、はい、けどちゃんと接したらちゃんと受け答えしてくれんねんなっていうような、もうそれ以上は言わんとくわ。はい、何もないはずがないと言いたいな。はい、というわけでディエゴ一人タイムスタートです。フェンスないからね、行きやすいんでしょうね。しかも高さも 120m ということで、確実に行ける高さですよね。特に大丈夫かと思います。ね、こんなとこで夜一人で歩いている人ってね、普通いないでしょ多分ね。車乗りも少ないし、こんなとこ一人で歩いてたらね、多分もうそれしか考えようがないんで、遭遇はしたくないですけど。はい、というわけで渡りきりました。もう行きがけは特に変わったことはなかったですね。問題はこっちですよね。こっち側に花束があるんで。はい、というわけで半分地点まで来たんですけど、半分は特に問題は今のとこ感じれないですけど、いわゆるこれが
そうですね。ここから。というわけで、ここでちょっとスピークボックスをやろうかなと思います。ちなみに、トリフィールドは反応ないですね。ちょっとスピークボックスするんで、一旦切ります。ここに誰かいらっしゃいますか？僕以外に誰かいらっしゃいますか？少しだけお話できないですか？ちょっと反応がないんで、ちょっと動き回りながらスプリットボックスやっていきたいと思います。こんばんは、誰かいらっしゃいますか？反応がないですね。はい、というわけでディエゴ一人タイム終わりですね。ダラシメンホラーチャンネル。はい、今ここですね、橋の入り口のところに立ってます、はい、で、どうやらここ公園があるみたいで、まあ、公園って言ってもその大きい公園じゃなくて、まあ、ちょっと休憩できる場所みたいなのがありまして、はい、まあ、こういったちょっと、まあ元はちょっとした展望台かなんかやったのかもしれないですけど、今はもうね、こんな感じで誰もちょっと寄りつかないベンチになってるみたいなんですね、はい、その理由っていうのが、ここでクッみたいです。で、いろんな話を今ちょっと聞いてたんですけども、ここもそうですし、今からまあもう一個だけ行くんですけど、下に降りたらトイレがあるんですよ、はい、そこのトイレでもクッがあったと。なので、ここの橋、トイレ、あとここのベンチですね、年間に必ず1人2人はもう命を絶つ場所らしいです。こういう切れできた場所やから残ってるんだな。高さ的にも全然十分やもんな。このトイレでもあったんですか？ああ、みたいで。本当の、うん、本当の話だし、もう俺たちの感覚からしたらさ、ほんまにここであったのってもう口癖のように言ってるやんか、はい、この登別大橋に関してはもうなんていうのかな、もう心霊スポットとかもそういうレベルじゃないねんて。もうほんまにもう当たり前のように毎年毎年見つかるねんて。まあまあこういった場所なのかな。でよ、ダラシメンホラーチャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、オープニングでですね、はい、お伝えした通り、今までにないちょっと映像といいますか、そうですね、うん、ちょっといつものオープニングともまあ違うスタートで、で、映像がスタートしたらまあいつも通り始まって、で、まあ、まあ街灯ですよね、が本当に、タイミングよくつくといいますか、消えるといいますか、そうですね、うん、で、嘘やろっていうこの半信半疑な、たまたまやろって、まあ僕が思ってますから、うん、たまたまやろうと思って、まだ近づいていくときに、まあ、手すりの音が鳴ったりとか、今のタイミングでもう一回じゃあ消してもらっていいですかって、また消えるんですよ。で、つけてもらっていいですかってつくんですよね。で、ディーゴは実際にこの編集をまあ今回担当してるんですけど、そうですね、僕が、まあ、おもろいことになったで今回っていうふうには伝えてましたけど、実際の映像は編集するときに初めて見てますから、はい、そのときに、やばくないですかこれって初めて、はい、わざわざこの僕に連絡してくるぐらい普通に1本にできる、もともとまとめのも予定だったんで、そうやな、うんうんうん、で改めて編集上がってきたの見て、いやいやこれも十分やろと、すごい映像になってるやんっていう。なのでちょっとね、いつもとは違う感じではあったんですけども、そうですね、はい、めっちゃやらせみたいでした。いやいやそれな、いや本当に、だって第一声やらせやんでしたもんね。本当に俺が言うたもんな。そうですね、これやらせやんってなったもん。僕も編集してながら、これやらせ草みたいな思いましたもん、ね、あれな、うわそうだ、消えてるところを映せばよかったんだ、せいせい振り返ったらもう消えてるんですよ。そうそうそう、消えてるってやつか。、はい、あれね、本当ね、僕が一番あの場面でびっくりしてるんですよ。本当に皆さんがやらせくさーって思ってる以上に僕がびっくりしてますから、あれはね、ちょっと本当今回はすごい映像だったかなと、はい、ちょっと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。甘神やろ、甘神。
義母愛子さんが逃げ出した場所として有名な心霊スポットになります。こんな感じなんや。でも2階の窓から女性が覗いてるって、だからさっきの部屋がこっちの部屋やな。ですね。何なんでしょうね、この空気感。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県すべて制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で、現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。で、アカウント情報なんですけども、概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。